ゆうか、私帰るから、あとよろしくね。え、お姉ちゃん？ちょっと今どこにいるの？急にお見合いからいなくなるなんて、お母さん必死に探してるよ。帰りたくもなるわよ。あんた見た？お見合い相手、私より身長低いんだよ。ビジュアルですでにお断り案件よ。またそんなこと言って。お姉ちゃんは身長170センチもあるんだもん。私は身長も高いし、モデル並みの八頭身なんだよ。顔だって普通に美人だし、そんな私が、あんな低身長ブサイクとお見合いとか絶対無理。断るにしても、もっとマシな方法があるでしょ。それにお父さんの知り合いの息子さんなんだよ。先方のお母さん絶対怒ってるよ。はあ？私に怒るとか何様なわけ？え？この私が今日来ただけでもありがたいと思いなさいよね。10分とはいえ、同じ部屋にいてあげたの。自己紹介だってしてあげたわ。それで十分でしょ。お姉ちゃん、お願いだから戻ってきて。お母さんも困ってるんだよ。じゃあ、あんたがお見合いしてきて。え？あ、そうだよ、それがいいじゃん。私って天才。あのブサイク男にはブスのあんたがお見合いよ。いや、私はいいよ。今付き合っている人いるし。ヨータくんだっけ？彼なら今私といるわよ。え？電話して迎えに来てもらったの。これから二人で駆け落ちするわ。多分もう家には帰らないから、あとよろしくね。ちょっと待ってよ、お姉ちゃん。なんでヨータくんとお姉ちゃんが一緒にいるの？え、駆け落ち？しかも電話で呼んだって、なんで連絡先知ってるのよ。なんだって。そんなこと言わなくても普通にわかるでしょ。あんたの彼氏と付き合ってるからだよ。ヨータくんも駆け落ちにノリノリだし。嘘でしょ？いつから私、お姉ちゃんにヨータくんを紹介したことないよね。あんたが最近浮かれてるからスマホ見たのよ。それでヨータくんの連絡先をゲットしたの。あのスマホまた勝手に見たの？何回もやめてって言ってるじゃない。はぁ、あ、ブスが私に指図しないでくれる？それに私はあんたの姉なの。妹のスマホをいじって何が悪いのよ。私がどうして彼氏を秘密にしてると思う？毎回お姉ちゃんが奪っていくからだよ。だってブスのくせに普通にいい男と付き合ってるんだもん。私は地球の平和のためにあんたの彼氏を奪ってやってるの。はぁ？いい？ブスはブス同士結婚するべきなの。じゃないといい遺伝子が残らないでしょ。邪魔者は邪魔者同士くっついた方がみんなのためなの。ひどいよ。確かにお姉ちゃんに比べたら可愛くないけどさ、そこまで言わなくてもいいじゃない。はぁ、あ、ブスにブスって言ってるだけだから。まずい料理にまずいって言ったらダメなの？ヨータくんは今度こそ私だけを見てくれると思ったのに、あっさりお姉ちゃんに奪われるなんて。しかも駆け落ちって。ヨータくん身長190センチもあるんだよね。高身長イケメンで超タイプ。あんたブスのくせによく見つけてくれたわね。婚活パーティーで出会ったけど。そういうのに参加してたんだ。いつもあんたから奪ったらすぐに捨ててたけど、ヨータくんが気に入っちゃった。私このままもらうわね。駆け落ちして結婚もしちゃうから。え？その代わりにあんたにはブスなお見合い相手をあげるわ。確かどっかの社長の息子でしょ。ブサイクだけど金はありそうだし、玉残しじゃん。もらってくれそうな人がいてよかったね。開けるとか私たちが決めることじゃないよ。へ、お姉ちゃん本当に帰ってきた。私も一緒に頭下げるから。なんで私がブサイクに頭下げるのよ。向こうがまず謝るべきじゃない？ブサイクなのにお見合いさせてすみませんって。駆け落ちも一旦考え直そうよ。お母さんたち今本当に困ってるよ。じゃあお見合い楽しんでね。私もう関係ないから。ゆうくん久しぶり、元気だった？え、お姉ちゃん、よく私の連絡先分かったね。ヨータくんと結婚するって家を出て行ったきりじゃない。その話は後でにしてちょうだい。今はあんたに頼みがあるの。すぐに動いてくれない？え、なになに、どうしたの？あのさ、数年前に私がお見合いしたブサイコンとこいたでしょ。低身長の社長息子。もしかして深夜さんのこと？そうそう、そいつ。確かそんな感じの名前よ。よく覚えていたわね。まあね。今
朝テレビであいつの会社が特集されてたのよ。なんかの特許だってかなり稼いでるんだって。確か前年度の売り上げから 200% アップって言ってたかな。すごい、そんなに。あいつただのブサイクじゃなかったのね。すごいよね。最近じゃあ地元でも評判の若社長だよ。うんうん、それだけ評判がいいならブサイクでも我慢してあげるわ。いきなりは悪いんだけど、そいつの連絡先調べてきてよ。それで分かったら私にすぐ教えて。え？だから連絡先だってば。とにかく急いで。こういうのは早く動かないとブスが群がるでしょ。私が先に目をつけたんだからね。お姉ちゃんもしかして深夜さんと結婚するの？そうよ、だから言ってるでしょ。今すぐ私が捨てたお見合い相手を探してきて。ブサイクだけど金があるから結婚してあげるのよ。彼なら私と結婚したよ。え？私と深夜さん去年の末に結婚したの。結婚？何よそれ、私聞いてないわよ。なんであんたが彼と結婚してるのよ。彼は社長なのよ。お姉ちゃんが言ったんじゃん、私と深夜さんはお似合いだって。言ったけど、でもまさか本当に結婚するとは思わないじゃない。お姉ちゃんがお見合いから逃げ出した後、私が謝罪のために菓子折り持って深夜さんのところに伺ったんだけどね、ちょっとした雑談から盛り上がってそのまま連絡先を交換したの。それで友達と出かけるようになって順調に交際に発展して昨年結婚したってわけ。何よそれ、それでめでたく社長夫人ってわけ？姉である私に何の報告もなく。何度も連絡したよ。でもお姉ちゃんが家を出て行ったき連絡を無視するからでしょ。スマホも変えてたみたいだし、結婚報告は諦めたの。向こうの親御さんも結婚式のお姉ちゃんは来てほしくないって言ってたし。はぁ、ブサイクの男の親が何言ってるのよ。私に結婚式出てほしくないとか生意気すぎるわ。言われても仕方ないことをしたんだよ。まあいいわ、今日は特別に結婚報告がなかったことを許してあげる。でもその代わりにあんた早く離婚してきなさい。え？私が社長夫人になるから早く離婚して、あんたのことは住み込みの家政婦として置いてあげる。意味がわからないよ。私は深夜さんと離婚したくない。それにお姉ちゃんが代わりに結婚するって。どこもおかしいところなんてないわ。だって最初は私が結婚する予定だったんだもの。私宛てのお見合いだったし。それを蹴って妹の彼氏と駆け落ちしたのはお姉ちゃんでしょ。今更結婚したいだなんて都合良すぎるよ。うるさいわね。この私が奥さんになるのよ。きっと深夜さんも喜ぶはずよ。喜ばないし、ありがたいとも思わないでしょ。あんたさ、結婚して社長夫人になれたからってなんか調子に乗ってない？姉にそんな口を聞いてもいいと思ってるの？ブスな妹よりも落ちぶれたのにその態度でいいと思ってるの？え？お姉ちゃんこそ自分が惨めな生活だからって性格歪んでない？性格の悪さって顔に出るらしいよ。誰が惨めな生活ですって？それに私はずっと美しい顔のままなの。私が劣化とかありえないからね。突然連絡をよこして深夜さんを探せだなんて、お金に困ってるって噂は本当なんだね。噂？地元じゃかなりの噂になってるよ。私の元彼である陽太くんと駆け落ちしたはいいけど、陽太くんが事業に失敗して借金が数千万あるんでしょ。今はボロボロの県営住宅に住んでいるって聞いたわ。なんでそんなことが地元に広まってるのよ。誰か私のストーカーでもしてるわけ？そりゃあれだけ自他ともに認める美人が落ちぶれてるんだもの。みんな野じ馬根性丸出しだからあっという間に広まるよ。え？お母さんたちが必死に止めたのに、お姉ちゃんたちは帰るのを拒否してそのまま絶縁状態。陽太くんが立ち上げた事業は失敗してあっという間に借金生活なんだよね。会社を立ち上げるタイミングが悪かったの。私も陽太くんも間違えてないもん。最近は夜のお店で働いてるって噂もあるけど、これは本当？ああ、もしかして深夜さんをお客にするつもりだったんだ。違うわよ。もういいわ。そこまで話を知ってるなら早いわね。深夜さんと離婚してくれないなら借金全額肩代わりしてよ。全額？無理に決まってるでしょ。はあ？売り上げ 200% アップなんでしょ？それなら私たちの借金くらい余裕で返済できるじゃない。
返済はできるだろうけど、返済を肩代わりする理由がないもの。何言ってるのよ。あんたは私の妹なのよ。そんなあんたと結婚した深夜さんは義理の弟、つまり私より下ってことよ。姉である私の言うことを聞いて当然なの。深夜さんも借金の肩代わりは嫌だって。どうしてもお金を貸してほしいなら頭を下げに来てください。そうよ。頭を下げる？この私が？あんたたちに？ああ、ブスな人たちに頭を下げたくないんだっけ？なら仕方ないね。お金は貸せないよ。ちょっと待ってよ。私たち姉妹でしょ？頭なんて下げなくてもお金くらい貸してよ。もちろん後でちゃんと返すつもりですさ。ああ、どうだろうな。きっと前科があるからな。え？前科？ほら、お見合いから逃げたじゃない？お見合い始まって10分で逃げるような人だよ。お金借りて逃げない方がおかしいよね。あの時のことまだ怒ってるの？でも結果的に私が逃げたことであんたたちは結婚できたのよ。むしろ感謝するべきじゃない？そうだね。お姉ちゃんたちが消えた時から私たち幸せなんだよね。結婚も事業も全部成功しているし、それなら私たちの幸せのためにずっと消えてもらっていいかな。それじゃあ元気でね。ゆうたくんにもよろしく伝えておいて。その後もお姉ちゃんから何度か援助のお願いがありましたが、私と深夜さんは一貫して断り続けました。ようやく諦めたのか、最近は連絡も全く来ていません。近所のおばさんが話していた噂によると、ゆうたくんは完全に紐状態でお姉ちゃんの稼ぎで何とか生活しているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。